自己紹介と名前の由来を教えてほしいです。はい、千、えー、律かなのです。アイドルをやってます。千律っていう名前の由来は、なんかな少年院に入った時になんかやることが何もなくて、講師園を隅から隅まであの写生するっていうのをやっていて、でその中で千律っていう単語を。 を見てなんかちょっと私っぽいなって思ってそのまま上げに使いましたはい。広辞苑どんくらい描いたんですかどんぐらい描いたんだろうでも全部は生ききれなかったんですけど多分何々のどこかぐらいまで行きました、えー、地元について教えてほしいです地元私出身は大阪なんですけど 両親が離婚して、もう小学校上がる前ぐらいには東京に来ててで家があの港区の浜松町から徒歩30秒ぐらいのところですごいめちゃめちゃ都会だったんですよ。で小中となんか東京タワーの元な,なりにあるなんか学校で,でもうなりとモンスターペアレンとか異常に多い学校でした。 っていうところ育ちましたね。なんか具体具体例みたいなありますなり金とモンスターであれ。いやでもそうです。でも政治家の子供とかもいるんですけど、やっぱりなんかちょっとなんかいやなんかなんだろう不良ってわけじゃないんですけど、すごい先生と結構喧嘩したりとかすぐクレーム入れる親ばっかで、やっぱりなんか都会は都会で闇深いなって思った記憶があります。だから将来子供を産んだら。 こういうところには絶対すまないと思って。